하세요ライブのカムバ情報が公式からリリースされましたね。詳しいことはまだ何も分かっていませんが、文面とともに3枚の写真が投稿されており、一説ではトリプルタイトルではとも言われていますね。投稿された3枚の写真にはそれぞれ日付が入っており、フェイザーウェイは9月25日、オフザレコードは10月6日、バディは10月13日になっています。これらの日付が配信日を表していると思われます。10月7日と8日に行われるIVE初のワールドツアーでは、新しいアルバムの中から何曲か披露すると言われていますから、すでに配信されているエイザーウェイとオフザレコードは聞くことができそうですね。また今回要注目なのが、最後の曲バディが金曜日配信だということ。金曜日カムバはアメリカビルボードの集計で有利になると言われており、本格的に欧米進出を見据えているとも考えられますね。何はともあれ続報が待ち遠しいですね。11月には日本でもコンサートがありますし、楽しみが尽きないですね。大切なことを忘れていました。ファースト EP のタイトルはIVE MINE です。